皆さんこんにちは。今日は小田井涼平が極秘再婚と言われる相手の正体や純烈を卒業した現在の年収額について紹介します。まずは小田井涼平さんの経歴とプロフィールから紹介します。小田井涼平は日本の俳優、声優、大阪府大阪市此花区生まれ、兵庫県川西市出身、 G スタープロ所属、血液型は A 型。2022年12月31日までは歌謡グループ純烈のコーラスとしても活動していた。旧芸名は涼平、妻はタレントのリリコ。神戸学院大学法学部卒業後、家電メーカー営業職に就職したが、仙台での勤務を命じられたのを機に、見知らぬ町で友人を作るために涼平名義でモデル活動を開始した。3会社勤務と並行しながら JA 東北や山形新聞など地場大手企業の CM に出演。やがてモデルの面白さに惹かれ、会社を退職、東京に居を移し、男性向けファッション雑誌ゲーナーや各ブランドの発表会などで活躍する。また当時は芸能の仕事の勉強の一環で藤村俊二の付き人を務めていた。当時の生年月日は1973年2月23日と記されていたが、これは仮面ライダー龍騎のオーディションの応募条件が30歳未満だったことから、2歳サバを呼んでオーディションを受けた事情によるものである。2002年テレビドラマ仮面ライダー龍騎、テレビ朝日のメインキャラクターである北岡秀一仮面ライダーゾルダ役で俳優デビューを果たす。以降は俳優としてテレビドラマや CM の出演が増え、2005年10月にモデル専門の小規模事務所であるスタッフ21からフロムファーストプロダクションに移籍。その際ファーストネームだけの芸名では俳優活動には不便という理由から芸名を小田井涼平に改名。その後 G スタープロに所属し現在に至る。2007年酒井和義の誘いで歌謡コーラスグループ純烈のメンバーとなる。純烈として2010年に涙の銀座線でユニバーサルレコードよりメジャーデビュー。2018年の NHK 紅白歌合戦に初出場を果たした。趣味は模型制作、 DVD 鑑賞、特技はスキー、スノーボード、バレーボール。好きな作家と漫画家は三谷幸喜、中島和樹、福井春敏、鳥山明、桂正和、井上武彦、原哲夫、三浦健太郎。好きなアーティストはバービーボーイズ、ユニコーン、ベイベークラブ、機動戦士ガンダムシリーズの熱心なファンとしても知られ、アニメ機動戦士ガンダムシードではカラミティガンダムをカルオルガサブナック役で声優デビューを果たした。元踊り時は仮面ライダー龍騎の絡みでホビー系雑誌への露出が多かったが、ガンダムをはじめとするサンライズ系ロボットアニメへの造形の深さから様々な企画がなされた。涼平専用ガンダム、本人デザインのオリジナルデカール付録化など、仮面ライダー龍騎の放送当時にホビー誌に連載された番組記事上では、好きなモビルスーツはゼータプラス、ハローティターンズカラーに塗ってきましたなどの発言がことごとく読者の共感を呼び、現在も電撃ホビーマガジン誌などでコラムを連載している。ガンダムシリーズで一番好きなキャラは機動戦士ガンダム第 08MS 小隊のシロー、アマダ。前述のように一番好きなモビルスーツはゼータプラスだが、アニメに出ている中ではベストはゼータガンダムと述べている。仮面ライダーゾルダのアンダースーツが緑色だったためか、ファンから緑色のプレゼントをよくもらったという。元大相撲力士の豊ノ島大輝とは三十兄弟の関係である。お互いの祖父がいとこ同士で、二人の曽祖父が兄弟同士のため端子八神党なので、六神党までを親戚とする民法上は他人。2018年4月2日純烈としてゲスト出演したノンストップフジテレビの生放送中に、同番組のレギュラー出演者当時であるリリコと2017年に婚姻届を提出していたことを発表した。2019年7月27日リリコの故郷であるスウェーデンのストックホルムで挙式。結婚式の様子は日立世界不思議発見 TBS 系列のスウェーデン特集内で放送された。2020年11月にはいい夫婦パートナーオブザイヤー2020を受賞した。2022年4月1日
年内限りで純烈を脱退することをファンクラブサイトで報告。なお、ソロとしての芸能活動は継続していく。同年10月5日、純烈のメンバーでは初のソロアルバムとなる息子がお世話になりましたを発売した。ジャケットはブロマイド販売で有名なマルベル堂で撮影した両親との3ショット写真である12月31日第73回 NHK 紅白歌合戦への出場を最後に純烈から卒業した。今後は個人として芸能活動を継続する。映画コメンテーターのリリコ&ムード歌謡コーラスグループ純烈元メンバーの小田井涼平夫妻が30日都内で行われた韓国映画ラブリセット30日後離婚しますの公開記念舞台挨拶に出席した。離婚を30日後に控えた夫婦が交通事故で2人とも同時に記憶を失ったことで繰り広げられるラブコメディー。お題が独身の人がこの映画を見たら一回結婚して離婚してから結婚した方が仲良くなれるのかなと思った人がおるかもしれないよね。あなた結婚2回目ですもんねと妻に問うと、リリコもそうそう再婚した今の方が幸せよ、だって大好きだもん、不思議だよね、結婚してから他の男に全く目がいかないとのろけまくり。2人は2017年に結婚したが結婚3ヶ月ぐらいで大喧嘩したこともあるという。リリコの手料理がお店で出されたら夫は気づくかというドッキリが原因で、リリコは本当にもう別れると思って夫のマネジャーに短い間でしたけどお世話になりましたという連絡を入れた。1ヶ月口を聞かなかったと振り返った。現場には純烈メンバーもいたため、お題は妻の手料理の話は恥ずかしいから話を持って面白い話にしていたと弁解しつつ、妻にもう好きにしてって言われてめっちゃ怒ってはったけど内心ドッキリ仕掛けといて怒るのありと思ったと不満もぶっちゃけた。ただ妻には頭が上がらないようで、本当にうちの奥さんは恐ろしいのよ、僕があまり先々のスケジュールまで把握してないから、最近はうちのマネジャーに俺のスケジュールを直接確認してるもんとも明かしていた。リリコ&小田井涼平夫婦が30日都内で行われた韓国映画ラブリセット30日後離婚しますの公開記念舞台挨拶に出席し、テレビ番組でのドッキリがきっかけで大喧嘩に発展し離婚危機に直面していたことを明かした。リリコさんと小田井さんが登場したのは韓国映画ラブリセット30日後離婚しますの公開記念舞台挨拶。映画は離婚を30日後に控えた夫婦が交通事故で2人同時に記憶を失うことで繰り広げられるラブコメディー。本作は離婚を30日後に控えた夫婦が交通事故で同時に記憶を失ったことをきっかけに思いもよらぬ事態が次々と起きるラブコメディー。ドラマ椿の花咲く頃イカゲームのカン・ハヌルと映画狼狩りやドラマ冠婚のチョン・ソミンが共演して、リリコは結婚3ヶ月くらいで大喧嘩したもんね、本当に別れると思ってこちらのマネージャーさんに短い間でしたけどお世話になりましたと連絡しましたと離婚危機があったことを暴露。きっかけはテレビ番組での店で出された料理が妻の手料理だった場合夫はそれに気づくのかというドッキリで、リリコはドッキリをかけたら本気で私のことをボロクソ言ってそれで危なくなって1ヶ月口を聞かなかったと説明。お題はかつて所属していた純烈のメンバーが同席していたため話を持って面白くしていたと釈明しつつ、ドッキリ仕掛けておいて怒るのありと疑問も呈し観客の笑いを誘った。リリコは身長191cmのお題に天井の電球を変えてもらおうと切れた電球の真下の床に新しい電球を置いたものの1週間そのまんまだったという電球事件も紹介。お題が背が高いところは届くよ、低いところは目が届けへんのと言い訳すると、リリコは大型犬を飼いたいと話したところ、お題は小型のトイプードルを希望していることを明かし、下のものは全部踏むって言うから無理じゃんと突っ込み、お題も生き物は踏めへんよと突っ込み返しで対応し、夫婦漫才のようなトークで会場を盛り上げた。お互いに不満を漏らす2人だが、リリコは2回目の結婚の方が幸せという人が多いよね、
今の方が幸せよ、大好きだもん、と笑みをこぼし、外面が良くてフリートークのできる人がいいなと思っていた、と人見知りしない人が結婚相手の条件だったことを打ち明ける。お題もいっぱい趣味あるけど一番の趣味はリリコやから、と断言し、観客から盛大な拍手を浴びた。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。